アリュー先生、小池さん、おはようございます。おはようございます。先週はガリュー先生と小池さんの構想でコンパスビレッジっていうお話を楽しく伺わせていただきました。そしてもう介護ではなくて敬語っていうコンセプトで、これから日本全国つつ裏裏100カ所ぐらい、そういうコンセプトのビレッジを作りたいっていうお話を伺って、まあ私もなんとなく早く帰りたいなと思います。まあ実はあの9年前にスタートするときに、まあ、小池さんとこの敬語というので、はい、まあ、どれぐらい全国できたらいいなということで、うん、根拠は全くないんだけど、こんなにいいものだったら100箇所ぐらいできてもいいねって、さっき100って数字は実は決めちゃったんですね。はいはい。で、まあ、走り出してみると、あの2つの要因で結構この100いけるなっていうのがまあ見えてきたことがあります。その2つの要因のまあ1つがですね、やっぱり想像以上に切実な問題、何かというと、あの今あの真由美さんの日本でもまあ介護離職ってあるんですよ。多分アメリカも一緒だと思うんですよ。仕事続けたいんだけど介護のために、これがあのもしかしたらアメリカでも日本の方があの子供の数は少ないんですね。うん。ということは、あの一人がこう見る親がまあその大変 で今ね、年間で約15万人の人が介護離職してるんですよ。でこれがね、来年から一気に30万人に行くんじゃないかなっていう予想があるんです。でこれが実はそのあの平均寿命に対する、まあ、健康寿命というラインなんですよね。日本は確かにあの平均寿命世界一ではあるんですけれど、健康寿命のがまたもう一つ大事なことで、健康寿命を超えてくると要介護が出てくるんです。で日本で今一番人口が膨らんでいるのがあの団塊の世代と言われる、まあ、方々 でそういう方々のお子様、団塊ジュニアっていう、まあ、それが実はあのもう50歳とか60歳の、まあ、人生のね、まあ、まあ50歳ぐらいですかね、あの働き盛りなのに、まあ、団塊の世代の方が大量にやっぱり要介護、そういうところの団塊ジュニアの方が大量に介護離職ってなってくると、企業もこれもう貴重な戦力なんですよね。ですからあの介護離職をゼロにしたいっていう旗印に対してはものすごく参画してくれる企業が、まあ、多いっていうことが、まあ、一つ分かってきました。そうでしょうね、はい、そう、今ご存じの本当に医療福祉関係の支出がすごく増えてますから、うん、この健康寿命が1年延びるだけでも何百億円という、まあ、節約って言うんですけれど、ね、うん、なってくるということで、まあ、ですからやっぱりその想像以上に、まあ、求めている企業が多いということがまあ一つだったんですけど、もう一つがこれに働きがいを感じる若い方々が、まあ、相当多いということも分かってきたんですね。いいですね、うん、で2年前にあの小池さんが素晴らしい本をまあ出されまして、タイトルがあの日本一社員が、これ逆に言うと介護の福祉の業界ってものすごく離職率が高いんですね。でしょう、うん、長続きしませんものね。そうそうそう、その中で年間の離職率がたった 4% ということで、まあ、注目されたんですね。でこれ実はあの小池さんのところの社員数の変化なんですけど、最初4人で、はい、9年前スタートしたんですよ。はい。それはずっとこう仲間が増えてきて、今もう200人を超えてくるという。まあそうですか。これはやはり何かというと、単なるそのまあ介護で目の前でね、こうではなくて、その先のまあさっき言った山のてっぺんが登山隊として一緒に登りたいと。でそれ一体何かというと、恩返しの思いなんですよ。やはりあの自分がここまで来るまでの、特に社会人になるまでやってて、までの間、まあ、親、親戚のおじさんおばさん、近所のね、おじさんおばさんたちにこう、その助け合ってきたんだと。で、今度はそういう方々が要介護に入っていく中で、やはり一番幸せなっていうのは、やっぱり家の中で、その生まれ育った地域のコミュニティと共にっていう形で、それはやはりこう、まあ、この、ね、今度は私たちが守る番という、そういう考え方で、
ですからこのコンパスビレッジ構想を小池さんは、まあ、フランチャイズでやっていく中でもこんな社員の方が自分のふるさとに帰ってそれをやろうという、まあ、ですから働く向こうにご恩返しの思いがあるっていうことが大きな要素かなというふうにね、まあ、思ってますね。小池さん今社員200人、はい、で9年間で、まあ、200人まで、まあ、膨れ上がりましたけれども、これからもっともっと増えるんでしょうけれども、はい、いかがでしょう。はい、まあ、その敬語っていう理念がすごく良くてですね、敬語の敬って敬うっていう字じゃないですか。で敬語の語は守るで、まあ、人生の大先輩を守りましょうっていう理解だけではなくて、この敬語の語っていう字って大切にするっていう意味もあるんですね。ですから、はい、社員同士も敬いの気持ちを持ってお互いに大切にしましょうっていうことなんです。でそれを、統合して最終的にはハッピーリタイメント社会を作るっていうあり方に向けて、こう日々、何でしょう、途中経過もみんな優しい気持ちで仕事をしましょうね。でその優しい気持ちが、まあ、親と親の世代の方々に恩返しっていう形で帰っていったらいいねっていう教育なんですね。やっぱりこう教育が一番必要だと私は思ってるので、うんうん、いくら綺麗な建物を作ったとしても、うん、そうですね、清い気持ちは作られていかないというか、うん、裏表のない、気持ちって作られていかないので、うんうん、しっかりとしたそういう思いを伝えるように、作っていってると、やめないように作ってるっていうのが、うんうんうん、優しくしようっていう、そういう感じでやってます。そうですね、小池さん。それと、まあ私ね、アメリカ長いからどうしても日本のことをこう見ると、こうどういうふうに言ったらいいかな、こう、まあ、老後の話となるとちょっと暗いイメージがあって、はいはい、コミュニティの理解のなさ、はい、だからいろんなことを想像して、全く小池さんとガリ先生がなさろうとしているこの事業っていうのは斬新的で、日本人は誰も今まで考えてなかったこととか、うん、いうことで、まあ、新事業っていうんですかね、まあ、ある意味においては日本の文化を変えてしまう可能性もあるんじゃないかと私は思いますけれども、うん、はい、そういう意味では道のりは厳しくないんですか、大丈夫ですか。はい、本当にもうミッションっていうつもりでやっていて、私本当に感じるのが、なんでその介護の世界って暗く見えるのかっていうと、うんうん、その病院の中でやってることを在宅に戻ってもずっとやろうっていうふうに思ってるので、例えば病院食ずっと食べてて退院して、でもやっぱり介護の職員たちはもう病院食ずっと食べてきたから病院食でやんないと、刻んで同じ形にして食べさせないといけないよってやるんですけど、でもだんだん機能が落ちていくんです。それよりも今日いやもうアイスクリーム食べたいって言ったら、もしかしたら病院の方には怒られるかもしれないんだけども、うんうんうん、じゃあどうやったら危険のないようにアイスが食べさせられるかっていうことに頭を使うようにして、でどっちを優先させるかっていうと、そのなんだろう、生きる意欲が出るようなそっち側にフォーカスしていこうと思ってるんですね。ですから病院の中でやってることの延長ではない、こう生きる意欲を作る場をそのずっと住んできたお家の周りでやっていきたい、そういう考え方なんですね。はい、真由美さん、はい、この小池さんがね、この、まあ、コンパスビレッジ構想の中に実は、はい、病院、この前ね、病院も病室神をやるもう作っちゃったんですよ。あ、そうですか。なんか楽しそうなビレッジですね。でこのビレッジ構想が生まれたその小池さんのね、お母さんとのちょっと物語をちょっと小池さんに語っていただくと、はい、もう分かりやすいんじゃないかなと思うので、小池さんお願いできますか。ぜひぜひ。はい、でまあ今の考え方で言ってですね、まあ、はい、突然うちの母親ってすごくおしゃれな自分の息子が言うのもそうですけど、おしゃれな、人だった、んですけど、はい、ある時突然白髪に、なり始めて、なんでそうなったのかっていうと、うん、ずっと30年間通い続けてた美容室の方が倒れてしまって、で行くとこがなくなったと、
いう話があって、いやでも近くに美容室っていっぱいあるので、じゃそこ行けばいいじゃないって言ったら、いやいや結局動きが遅いから、あの髪の毛カラーやるにしても立ったり座ったり立ったり座ったりやるのにいちいち来てもらって悪いから、もうあの美容室は行かなくていいわってなって、 でもそうこうしてるうちにだんだんそう今までしていたネックレスもイヤリングもしなくなって、あの出かけるのが嫌になってきちゃったんですね。ですから私としては、じゃあ、 あの何でしょう、送り迎えもしてくれて、あのカラーも一回座ったら全部その場でやってくれて、で帰りも送り迎えやって、で近くであんみつでも食べて帰ってくれるような場を作ったら行くっていうふうにして、じゃあ行くよっていうんで、はい、あのそれを作ったってやつなんですよ。送迎付き、送迎付きで、あんみつ付き、あんみつ付きで、で全部ヘルパー付きっていうのを作って、それをビレッジに入れたっていう。それまああのマヤさん言ってみたら、あの、はい、私でも一回寝たらもう最後まで起きなくていいっていう。はい、まあそういうものがないと結局出かけなくなると、やっぱりね。そうなんです、そうなんです、うん、それがやっぱりね、その思想がだんだんだん老け込んでいってしまうんですよね。で、しまいにも思考力も衰えてくるんですよね、うん、本当に怖い話ですよね、うん、そうですか。まあ、あの我流先生もあの岡山っていう、うん、先ほどもちょっと、うんうん、岡山が一等最初にできたんですよね、うんうんうん、一番最初はね、やっぱり小池さんが自分の両親を守るということで、はい、小池さん、あの埼玉にいらっしゃるんですよ。あ、埼玉の方ですか。で、うん、そうで、だけどあのそれはもちろんあの小池さんの で今あのそういう異業種も入ったもので、一番総合的なあの、はい、ハッピーダメ社会の構想に近い形でやってきてるのが岡山なんですよ。おだから、まあ、私はこれから、まあ、岡山も、まあ、あの理事教育はあの最初岐阜モデルからそうですよね、はい、このハッピーダメとはぜひ岡山モデルっていうものを全国に広げたいなというふうに。そうですか。で、まあ、今岡山市の中ではもう岡山市でちょっと一つにちょっと作ってみようという構想、ちょっと広い、ちょっと広めなんですけど、はい、今そういう構想で今動き始めてますので。そうですね、100万人人口の都市ですものね。そうそうそう、一応ね。そう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 、はい、いつ頃からもうスタートしてますか。もうスタートしてます。もうあの2年前からあの実際にはもうスタートをしてますので、どこら辺にあります。ありますって言ったらおかしいけど、あのちょっと地図ありますので、ちょっとお見せしてもいいかなと思うんですけど、はい、あの岡山県人会の人もたくさんいらっしゃいますので。そうですか、はい、あの今実はね、あの、あ、本当だ、ビレッジを作っていく拠点を今ちょっと3つオープンしてるんです。はいはい、南、マスの、はいはい、お、さすがにさっと丸山。すそうそう、こういうところにあの、まあ、ビレッジ構想を作っていっていろいろと重なり合いも作っていくという、はい、まあ、そういう構想で今、まあ、このちょっと流れがなぜ生まれたかっていうのをね、ちょっとまあお話をしていきたいんですけれど、やっぱりスタートはやっぱりあの歩けない、それからやっぱり噛めないっていうところの問題を解決しないと、まあ、どうしても障害幸福にならないなっていうところが、そうですね、確かにね、そう、はい、あるんですよ、はいはいはい、先生、じゃあここでちょっとコマーシャルブレイク、はい、はい、この後あのもう13分お話お願いいたします、はいはい、ありがとうございます、はい、小池さんね、これ、はい、伊藤さんやっぱりあのお地元のご地元のその埼玉からスタートされて、はい、それで、はい、あのまあ今の岡山の話なんですけれども、はい、他どれぐらいのどことどことどこの町にありますか。はい、あの基本的にはもう全国展開が始まってまして、北は青森から南は長崎宮崎まで、まあ、山口県なんかにもありますし大阪にもありますし新潟にもあるっていうそんな形。ただあのコンパスウォークっていうあのいわゆるあのリハビリのデイサービスを中心にビレッジを作るっていう考え方なので、まずはそのコンパスウォークっていうのを、各地に作っている際、今全国で50カ所弱ぐらい今もうすでにあるんですけども、それをどん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 こう面でやっていこうっていう考え方です。はい、あのじゃあ今アメリカであの暮らしてらっしゃる日本人がですね、こう、まあ、今日のこのインタビューを聞いて日本帰りましたらぜひぜひっていう方がおられましたら
ウェブサイトとかありますよね。あります、あります。はい、はい、じゃあ後で画面に出しますんで。ありがとうございます。うん、だからもしかしたら将来的には本当にあの地域のね、このコンバースビレッジとかで、まあ、託児所だったり保育園とかあったりする、まあ、そういう中でまたあの、まあ、高齢者の方ね、活躍の場であったり語りかけの場とか生まれてくる可能性も相当あるなというふうにまあ思ってるんですけど、あの少しちょっと視点を変えてですね、ハッピーダイメントに、まあ、ならない阻害要因の一つし、やっぱり、まあ、事故に遭っちゃうというのがあるんですよ。で、あの日本では今交通事故で亡くなる方って、まあ、3500人ぐらいいるんですね。でそうなので高齢者の方がやっぱり2600人ぐらいって多いんですね。お、多いですね。だけど実はその交通事故で亡くなる高齢者2600人なんですけど、それ以上に自宅のお風呂場で亡くなる方が7000人いるんですね。そうなんですか。で自宅で転倒して倒れて亡くなる方が8900人ぐらいいるんです。おやまあ、あとね、あの食べ物を喉に詰まらして亡くなる方が、はい、それよく聞きますね、8000人、はい、これ実はそのあの人数なんです。だから家の中が一番危険なんですね、実は意外にお年になってくると外よりも実は家の中が危険という要素が、まあ、あるんですよ。あのそうするとこの家の、まあ、作りがそのものがね、いかにバリアフリーで転倒しないようにとか、お風呂場がヒートショックにならないようにとか、うん、まあ、そういうあの家作りって絶対これ欠かさなくなってくるんです。実は岡山でこのコンパスベイチを広げている一つがあのベストホームさんという、まあ、住宅関係の会社が、まあ、取り組んでるんですね。で、はい、やっぱり新築にしろ大型リフォームにしろお金かけてるのに、ね、もうちょっと調子悪くなってくると、まあ、施設だったら何のためにお家があったのとなってくるので、できるだけその、まあ、お家で、まあね、やるための、まあ、あの家作りのお手伝いと、じゃあその家から通って自分の歩く機能を回復するための、まあ、あのコンパスウォークですから、あの小池さんのところにその住宅産業の方がフランチャイズで加盟してその住機能で守るということと、だけど歩く機能の回復とか、あるいは今度はね、そのベストモンさんはあの高齢者の方のお家に食、まあ、お食事を届けるというサービスを、いいですね、まあ、これ今これから、まあ、開発に、はいはい、まあ、入っていこうと、まあ、されてるんで、ね、まあ、まあ、いいですね、うん、とりあえず家の中本当にリフォームした方がいいですよね、うん、まずね。そうそう、だからハッピーエラメントってことは、まあ、50歳から60歳の時にやっぱりこれからやっぱりね、生涯の住まいとしてのもう一回 家の機能をね、一回ちゃんと考えて手を打っておく。せっかく高額なお金かけてるようになったら長くその中でね、やっぱりで、それは地域のコミュニティの中に家があるので、やっぱり地域のコミュニティから切り離されるとやっぱり心のやっぱり活力って落ちてくるんですよ ね、 そ, うね、まあ、あのそれがやっぱり一つと、それと今岡山ではあの花房歯科さんという、まあ、あのスタッフが70人ぐらいいるあの歯医者さんのグループがあって、70人も、そうそう、でそこではあの訪問の、まあ、要は高齢者のための訪問とか、あるいはその飲み込まないためのいろんな食事の指導とか、はいはい、そういうあの食べる面からずっとやってきてるところがあるんですね。ですごいですね。 そ、まあ、でそ の、 あの歯医者さんも新しくこのコンパスビレッジをですね、はい、あのついこの前のオープンされまして、へー、ですからそういうその、 あの今3箇所あるうちの、まあ、2つが住機能を軸にして、1箇所が歯医者さん、はい、でこの両方をこう合わせていくと、はい、ハッピーダイメント社会のこう完成形がだんだんと見えてくるという、そういうイメージが今できてきてるんですね。そうですね、衣食住行の中の2つありますね。そうそうそう、で最も、ね、危険なのがやっぱりね、転倒する、お風呂、うん、食べること、うん、それを、はい、それと、まあ、歩くことの機能の回復をやっていくこと、うん、それとさっき の、 あの美容室じゃないんだけど、できるだけ地域のコミュニティで長く過ごせる、まあ、で小池さんはね、まあ、あのタクシー免許、まあ、介護タクシーの免許も取られたり夜の見回りサービスも始めたり、まあ素晴らしい、
うん、だからトータルで一貫して守ることができるエリア、うん、まあ、これをその、まあ、象徴的な名前で、まあ、あの、まあ、ビレッジ構想という、まあ、幸せな村構想という、そうですね、まあ、形で考えてるんですよ。先生、小池さん、実は私ももう当の昔リタイアしてもいい年なのでこう食べていけないもんですか、今でも働いてますけれどもあのですね、私いつも考えてるのは、できればあの成人大学、要するにもう一回大学入りた、大学っていうよりも昔弱かったあの微分積分とかそういう科目ありますよね、英語が苦手だったとかそういうものをもう一回チャレンジしたい、勉強したい、私そういうのがあれば、いわゆる成人大学、成人教室、何でもいいんですけれども、この年になってから一応うん、10代の時にできなかったの、微分積分って今だったら余裕があって試験のプレッシャーもないし、私はね、あれ勉強したくてしょうがない、どっか誰かスタートできないかなと思って、あの真由美さん、ぜひこのビレッジ構想の中で、はい、まあね、リタイアしてるけどそういう教職を取った方々とかいっぱいいますもんね。そうなんです。そういう時に、うん、高齢者のためのもう一回学び直しの、まあ、あるいは趣味の教室だけじゃなくて、いや、そういう学びがあってもいいですね。そうなんです。頭を使うっていうか、うん、それとね、頭使うの大事で、うん、それとね、やっぱりね、悔しいんですよ、今でもね、なんであの時あの微分積分が隣に座ってる人ができるのに自分ができないって、どうしてどうしてって、いや、かその気持ちをずっと持ってらせて、それやっぱり前田さん、若いよそれは若いよいつか必ず勉強して、分かった、私もできたっていうね、それが今でもね、先生と小池さんのお話を伺ってると、そういう、うん、コースがあるといえ、もう真っ先に帰ります。私、理想の学校ってメダカの学校だと思ってるんですね、はい、歌の中に、誰が生徒か先生かわからない、うん、だから、まあ、吉田翔司先生じゃないですけど、得意な人がすぐ先生役やって、そうなんです、ね、そうなんです、まあ、みんなすぐ、まあ、まあ、生涯素直に学び続けるというような、そういう本当に、まあ、大人のためのメダカの学校じゃないんだけど、まあ、そういうのはこのビレッジコースなんだったら、やっぱりね、頭の若さ、心の若さで絶対いいですね。いいですよね、グッドアイデアですよ、グッドアイデアですよいや、勉強したい人もたくさんいらっしゃると思いますけれどもね、はい、うん、で、やっぱりまずまあ、これだけ岡山の中で揃ってきたので、そろそろね、はい、まあ、データをちょっと取っていきたいなというのもあるんですよ。まあ、私4つのちょっとポイントがあるなと思ってて、まあ、1つは健康寿命が伸びると。だから、はい、日本全国の平均に比べて岡山のこのね、ビレッジの住民たちは健康寿命がまあ1つ、まあ、長いねっていう、うん、まあ、そのまあデータもまあ取っていきたいし、まあ、それからもう一つ、やっぱり限りなくやっぱり自宅とコミュニティでいる時間がな、まあ、限界まで長いっていうことですよね。で、まあ、それから3つ目は介護離職が限りなくゼロに、ね、まあ、近づいていくみたいなこと。それとやっぱり4つ目はやっぱり5人とその家族の幸福度、まあ、今ちょっと日本 全体はちょっとね、幸福度調査では世界の中であんまり芳しくない成績であったけど、ね、悲しいけど、だから、うん、その4つのポイントを見て、このビレッジの住民たちは健康寿命も、まあ、伸びてるし、で、まあ、限りなくその自宅とコミュニティの、まあ、人生滞在時間も伸びてるし、で、介護離職が減ってるし、で、幸福度も高いっていう、まあ、これをちょっと証明を作っていった段階では発信がこう多分できると思うんですよ。やっぱいいよって言った時にね、本当にそのいいよってどういう点でっていう時に、やっぱりそういうね、発信するやっぱり、そうそう、データを作り始めなくちゃいけないなっていう、まあ、そういうタイミングに来てるなと思うし、そのデータ発信する時にどこからって言った時に、まあ、仮名称なんですけど、一般社団法人岡山ハッピーリタイアメント社会推進協議会みたいな形で、その時に今 あの小池さんが作ってきてる、まあ、コンパスビレッジ構想に、今の、まあ、ベストホームさんという住環境とか、花咲しかさんのような口のとか、あるいはもしかしたら他の事業の方々も入っていって、
まあ、そういう異業種連携の形でそういう、まあ、情報発信できる協議会を岡山にできたらなっていうのがちょっと構想ではあるんですね。はい、いやぜひね先生小池さんこのあのコンパスビレッジ構想のこのコンセプトをですねアメリカの方で作ってみられませんか。アメリカですか。はい、もちろんあのアメリカでねリタイアメントした中で、まあ、少しもしかしたら事業をやる余裕のある方だったら例えば、ね、このウイルス収束した後あの日本でのね、まあ、これの、まあ、こうやってる実態を、まあ、視察に、まあ、グループで来ていただいて、まあ、勉強というか見てもらってこれをアメリカでアレンジメントをするんだったらこんなことできるじゃないかっていうような、あ、いいね、うん、多分、はい、うん、多分アメリカのそうなって実用してる方じゃないと多分アレンジメントがちょっと、そうですね、私と小池さんあくまで日本の事情の中ではできてるんですけど、まあ、さっきちらっとおっしゃるようにアメリカってものすごいそのあたりの保険制度の違うので、まあ、いろいろありますね。違いますね。まあ、でも近いうちあの一度私岡山帰りますんで、でぜひ、はい見学させてください。はいはい、いいですね。はい、ぜひ、はい、まあ、もちろんその間、ガリュー先生も小池さんも一度アメリカの方へ遊びにいらしてください。今はちょっといろいろ大変かもしれませんけれども、ね、ね、でもいつまでもこういう状態が続くじゃないですので、続いてもらうと困りますね。ね、うん、ぜひぜひ、連絡取り合って、アメリカに、まあ、ここロサンゼルスに暮らしていらっしゃる日本人にとってもあのベストチョイスのあるような、うん、あの先生たちのご事業がこううまくいけるようにあの、うん、頑張りましょう。そうですね、はい、はい、ね、どうも、もう本当に先生ありがとうございました。小池さんありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったでございます。楽しかったです。ありがとうございます。頑張りましょうね。はい、頑張りましょう。